アメリカではどんな活動をされてきたんですか？そのマイケル・ジョーダンとかも所属してた NBA の OB 会のドアを叩きまして、選手というかそういったところのもうすでに個性を持った選手をリクルートするように。こんにちは、アースフレンズ東京 Z 代表の山野でございます。いつも温かい応援、熱いサポート、ご支援本当にありがとうございます。22-23 シーズンが終わりましてですね、まあ、1ヶ月半2ヶ月近くが経過しようとしています。まあ、ただまずですね、まあ、B3 降格ということで、カテゴリー変更という結果になってしまいました。もうこちらに関してはただただ申し訳ないと、本当にもうすいませんという気持ちでいっぱいです。でこの1ヶ月2ヶ月もですね、ファンの方、地域の方、パートナーの方、スポンサーの方、いろんな方にお話をさせていただくことができました。本当に厳しいお言葉や、まあ、クラブへの未来どうなっていくんだという不安をいただいたこともあります。まあ、ただいろんな方と話をさせていただきまして、やはり最後、まあ、ここからしっかり立て直してクラブの夢やミッション、ビジョン、そして何よりも B2 に復帰する、まあ、勝利を重ねていく、まあ、それをやるしかないだろうということで、本当にありがたいお言葉多数頂戴しております。自分もですね、そういった ご期待に応えられるように、クラブをしっかり導いていけるように成長して頑張っていきたいと、今は次のシーズンに向けて、前向きにですね準備を始めております。本当に、まあ、B3 降格が決定してシーズン終わった直後はですね、まあ、やはり重く、まあ、どうなってしまうんだろうっていう不安も、まあ、スタッフ全体あったと思いますし、まあ、暗い感じは本当ありました。ただそこからやっぱりみんなでやるべきことを見つめ直して、来季絶対結果を残そうということで、まあ、今本当に前向きに明るく取り組んでます。でありがたいのは、地域活動がすごく元に戻ってきたというか、地域のイベントだったり学校訪問だったりクリニックだったり、そういったことがどんどんできる環境になってきて、まあ、本来自分たちの持ってる良さがどんどん出てきてですね、まあ、チーム全体が明るく前に向いてきたのかなというふうに思ってます。でこの後もそういった活動をどんどん増やして、地域の皆様ともう一度連携をしながらですね、上を目指して頑張っていきたいなという、そんな雰囲気になってるかなと思います。でまずは勝利、勝利を積み重ねるためにどう過ごすのか、そして次に新 B2 のライセンス取得や次のステージに向かう準備もありますので、まあ、やはり売上、入場者数、ファンの皆様にどう喜んでもらうかというところも取り組んでいくことかなと思ってます。でその中で、まあ、この数年特に重点的に取り組んできた、やはり役割、権限以上、そして責任の明確化、それぞれのリーダーを中心にですね、各部門が社員、スタッフ、いろんな関わる人がですね、まあ、自分で考えて前に進んでいける、まあ、そういった体制をより強固にしてですね、混乱を抑えて前に進んでいける体制が重要かなと思ってます。広瀬さんがですね、今度のシーズン GM に就任していただきました。まあ、2月に入社をしてですね、昨シーズン後半の本当に苦しいところから合流をして、チームをどうやって勝たせるかということに取り組んでもらいました。そして江藤ヘッドコーチとの連携もですね、その時からしっかり深めて、結果的に次のシーズンヘッドコーチと GM をそれぞれ分けて挑んでいくという体制につながることになってます。で特に広瀬さんはですね、10年以上 のアメリカとの連携活動がずっとやっておりまして、やはりその海外での経験も豊富です。で、まあ、そしてここ最近では大学のバスケットボールのコーチをやったり、育成の方もすごく取り組んできてくれてます。でまだまだうちも若い選手が多い、若いスタッフが多いチーム構成ですから、まあ、そういったところで広瀬さんの良さを出していただいて、競技のところは広瀬 GM にお任せをしてですね、まあ、自分はしっかりチームの経営の方ですね、運営をできるように頑張っていって、責任と役割を明確にして挑んでいきたいなと思ってます。それでは広瀬 GM にですね、来シーズンに向けていろんな話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でまず最初に僕普段ね、ミキさんと呼んでるので、ここからちょっとミキさんでやらせていただきたいと思いますので、はい、ミキさん改めて来シーズンの件をよろしくお願いします。お願いします。まずですね、ミキさんのことをまだまだ B リーグの界隈というかファンの方もまだあまり知らないというところ で実際あれですよね、こう B リーグ自体でこういう、まあ、役職というか
役割は初めてにはなるんですね、 B リーグになってからは。初めてですね。 BJ リーグ最後の年ですかね、はい、まあ、B リーグの始まる前のシーズンに、はい、うん、まあ、大分愛媛ヒートデビューズっていうところで、うんうん、まあ、強化部長、まあ、言ったらまあ GM 的な役割をやらせていただきました。そうですね。ミキさんのことをいろいろ知りたいというファンの方も多いと思うので、ちょっと自己紹介からしていただいてもいいですか。生まれは愛媛県ですね、はい、今治の前の島で、あの島並海道っていう今あの橋が渡ってるんですけども、尾道まで生まれ育ちました。そこからこうバスケット界にこう入っていくこう流れっていうのは、大阪商業大学という大学に進んで、まあ、そこでどっぷりバスケットに使って、その後はまあ社会人になってはまあクラブチームに入って、でまあクラブチームでバスケットを続けていた時に、まあ、まあ中学校の指導であるとか小学校の指導であるとかっていうその依頼が来て、まあ、あくまでボランティアなんですけども、で、まあ育成の方に関わっていきました。でやはり日本の指導に少しやっぱり疑問ができまして、で、まあ、年々それが大きくなっていって、大切なその将来のある子どもたちをこういう指導のままでいいのかなっていう疑問から、バスケットの生まれたアメリカに行ってそのバスケットを見てみようじゃないかっていうようなことになりまして、渡米するようになりました。はい、アメリカではこういつ頃どんな活動をされてきたんですか。そうですね、まず15年ほど前に NBA の OB 会、そのマイケル・ジョーダンとかも所属してた NBA の OB 会のドアを叩きまして、まず10年間の業務提携を結んで、いきなり NBA を持ってきて日本のバスケット界を変えようと試みました。あのうまくはいかなかったんですけど、そういった活動を始める中、まあ、日本人がまずアメリカで世界でどこまでやれるのかなということで、まあ、日本トルネードというチームを作ってアメリカの地域リーグに参戦してみました。初年度は、一勝もできなかったです。全て大差で負けました。はい、3シーズン4シーズン、まあ、やっていくうちにやはりこう育成 の, その子どもたちも連れていかないといけない、やっぱコーチも育成しないといけないということで、アメリカに連れて行ってバスケットの勉強をするっていうようなことを、例えばで大学がオフになる時2、3、4、まあ大体この3ヶ月に集中して、いろんなカテゴリーの人をアメリカに来てもらって、それをアテンドするっていうような形をとってましたね。10年間で500名以上ですかね、連れていく活動を、はい、してきました。はい、そんな中でこう子どもたちはどんな形でこう育っていったんですか。やはり小学生のうちに連れていく、中学生のうちに連れていくと、アメリカの高校に入りたいとかアメリカの大学に入りたいっていう子がたくさん生まれてくるんです。まあ、その中からアメリカの高校に3人が留学することになり、でその後追いかけるように、まあ、みんなその大学であるとかっていうところに進学するようになってきましたね。でそんな流れの中でこのアースフレンズ東京 Z に入った理由って何だったんですか。実はその活動の途中で山野さんがシアトルに来られて、あ、もう結構前ですね。結構前ですね、はい、はいはい。まあ、その時にこういろいろお話をさせていただいたと。でまあその時の印象がちょっとやっぱり破天荒な考え方だったのその時に話したことがすごく印象に残ってて、でまあコロナでこうなかなか2年3年とこう活動ができなかったんですけども、そこでこうずっと考えてる時に、この活動をアースフレンズで続けたらどんな風になるんだろうとかっていうことを思い浮かべるようになって、それでまあ山野さんと連絡を何年かぶりに取り合ってこういうご縁をいただけたっていうことですね。うん、はい、あもうでも本当になんか6、7年前ですかね、シアトル行かせていただいたの ね、はい、あもう本当懐かしいですね。そうですね、いやもうご縁ですね、はい、ありがとうございます。いえいえ。でその中で、まあ、来シーズン、まあ、GM として、まあ、もうすでにね
この 1,2 ヶ月、まあ、交渉から何から始めて、まあ、してもらってるんですけれども、まあ、まずどういったところにこのグラブ課題があるかなっていうふうに今考えてますか。現場にいたわけではないんですけども、やはりそのシーズン初盤、外国籍が一人だとかちょっと調子が悪ければもう日本人だけで戦わないといけない場面があったっていうのを聞きますし、また過去の動画で見たりもしました。本当昨シーズン日本人選手に関しましては本当によく頑張ってくれたとっていうのはすごく感じます。で、まあその途中で参加していただいた外国籍選手もすごく頑張ってくれてはいたんですけど、やっぱりそのチームとしてのそのしっかりと外国籍選手を前半揃えることができなかったっていうのは一つ大きな課題じゃないでしょうか。うん、なるほど。じゃあそういったところの課題感を持って、はい、まあ、次のシーズン、はい、まあ、挑んでいくと、はい、いうことになるのかなと思うんですが、はい、まずどんなバスケットボールをこう三木さんは目指していく感じなんですか。やっぱり楽しいバスケットってどういうバスケットなんだろうと、見てワクワクするバスケットってどういうなんだろう考えると、やはりアグレッシブなバスケットがこう見ててやっぱり応援しがいもありますし、見てる側も興奮するんじゃないだろうかなと思います。リバウンドであるとかルーズボールであるとかっていう、こう球のせめぎ合いがバスケットの醍醐味だと思ってるので、やはりそういったところはしっかりアグレッシブに、でもちろんその攻撃面ディフェンス面もやはりアグレッシブに仕掛けていくっていうのがゲーム的にはやはり見てて面白いんじゃないかなとは思っています。で、まあ、そんな中で冷静な判断を要所要所ポイントで、チョイスできるようなバスケットをファンの皆さんに見せることができれば、すごく喜んでいただけるんじゃないかなとは思っています。だからすごい楽しみですね。はい、うん、でその具体的にそのバスケットボールを実現するために、まあ、どういったこう課題解決をしていくっていうふうに考えてますか。まあ、スタッフ陣の強化ですね。バスケット IQ のないその、まあ、スタッフ陣ではそもそも選手がバスケット IQ を発揮することもできないだろうから、まずはバスケットボール IQ の高いスタッフ陣、そして、まあ、江藤さんをヘッドコーチに選任することにより、本来の江藤さんの持っている力を十分に発揮していただいて、で、まあ、私も GM として江藤さんをしっかりと支えるようなチーム作りをしたいと思いますし、まあ、アシスタントコーチもその江藤さんを支えるためのアシスタントコーチを呼びましたので、まあ、しっかりしたスタッフ陣でしっかり取り組みたいと思っています。うん、さらにじゃあそうすると今度は選手というか、そういったところの次のシーズンに向けての課題解決というか、といったところを大事にしていこうみたいなのはどんなふうに考えてますか。はい、アースフレンズ東京 Z も世界にこの選手活躍できる選手を輩出しようというところもありますし、将来有望な選手を集めたいと思って今活動しています。とはいえやはり勝たないといけないっていう命題がありますので、もうすでに個性を持った選手をリクルートするように今日々頑張っています。外国籍選手とかはどんな感じなんですか。外国籍選手はですね、まあ、長年やってる海外活動の中でバスケットボール関係者 NBA 関係者と、まあ、つながりもできましたので、まあ、今そのあたりとこういろいろコンタクトを取りながら日本のバスケットボール界に夢を与えれるような選手を当たっております。平均的に何でもできるっていうよりも、この選手はここに長けてるんだっていうような選手をこうちょっと集合させて、まあ、その特徴が生きるようなバスケット IQ の使い方をしてチームバスケットに取り組もうと思っています。あの選手が出てきたらここで抑えてスチールがあるよねとかっていうところで、しっかりとそういう皆さんの期待に応えれるようなバスケットの見せ方っていうことができれば、こう皆さんもそのアースフレンズ東京 Z のバスケット、その選手のバスケットではこういうんだよねっていうことを感じながら観戦できたりするんじゃないかなと思っています。そういった選手たちがこう実際レギュラーシーズンで皆さんの前で素晴らしいプレーができるような、まあその 1+1 が2じゃないバスケットボール、 1+1 が3にも4にも、まあ、10にもなるようなバスケットボールを展開していけたらなと思っています。
まあ、なんか僕こう常々、ね、逆転ストーリーだと、はい、でうちはまあいろんな意味でまあベンチャーなのでやっぱりこうまだまだまあ足りないとこも多いですし僕自身ももっともっと経営者としても頑張っていかないといけないんですけれどもその何かは足りないんだけれどもやっぱこう将が大を倒すじゃないですがその逆転するっていうところ、まあ、そういったところをこうすごくまあ大事にやっていきたいなって、まあ、僕もよくミキさんに話すんですけどもよくミキさんはそういったところをすごくやってこられたんじゃないかなと思ってて、まあ、そういったところすごくまあ期待している部分があるんですが、まあ、そのなんか逆転していく上でこうバスケットボール、まあ、どんなところが大事になってくるんですかね。バスケットボールってその5人で、まあ、スタッフでベンチとかも入れてやっぱり20人とかのやっぱりチームが大事って考えてます。チームになることによってここの持ち味が何倍にも膨れ上がるようなまあそういったところが逆転につながる要素になるんじゃないかなと思っています。まあ、来シーズン、まあ、具体的に目標と、まあ、それに対する意気込み的なところを聞かせてもらえればと思うんですけれども、はいはい、まあ、目標はもう一つ B2 昇格っていうところしか目標には置いてないです。で、まあ、そのためにはやはりしっかりした安定した勝ち星もですしやっぱり勝負強さそしてまあプレーオフでしっかり勝ち残るやはりシーズンを通してそこのプレーオフまでこういかに成長できてそこでその成長した力を皆さんにお見せできるかっていうところが鍵だと思いますので、はい、そういったチームをしっかり作って来シーズンに挑みたいと思ってます。先ほども言いましたけどくどいようですがチームになりたいとで20人と言いましたがファンの皆様が応援してくればそれが50人になり100人になり1500人になり2000人になるので、まあ、2000人のチームでその相手をこう倒しに行けたらなっていうのがすごく期待するところです。ですからもう皆さんと一緒にそのこの選手がその場面でそのシュートを決めたらもうみんなでこう立ち上がって喜ぶようななんかチーム作りができたらすごくなんかいいんじゃないかなと思ってます。いやもうなんか今のすごい嬉しいです。自分もそのチームを何千人になれるように頑張りますし、まあ、フロントスタッフもそうですけどチーム一体となって頑張っていけたらなと思います。まあ、選手もねまあ、ちょっとずつ今リリース出てると思うんですけど、まあ、この後も続々とリリースが出るという感じでいいんですか。はいまあそうですね、はい、そうですね。選手が出てきた過程の中でまたミキさんの方から、まあ、例えば選手のさっきのね特徴の話とか期待とかそういった話はしてもらえるんでしょうか。はい、必要ならばいつでもしますので。じゃあそこも皆さん楽しみに待ってると思います。はい、はい、じゃあ本当に次のシーズンですねお互い目標達成できるようにそれぞれの役割を頑張ればたらなと思いますので本当に課題と来季に向けたバスケットボール、まあ、Z スタイルの確立とそして選手のねリクルートとかいろいろ楽しく聞けたかなと思います。改めましてファンの皆様地域の皆様パートナー企業の皆様本当にこう一体となって来シーズンですね勝利に向けて頑張っていきたいと思います。本当に全力で挑みますので引き続きどうぞよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。